ちは、フルダウインドウです。昨日もバイク乗って、今日もバイク乗ってね、ちょっと走ってるんですけど、昨日はですね、2020年の11月10…あれ今日何でしたっけ忘れちゃった。12日か、昨日は。いや、激寒でしたね。答え合わせのように天気予報テレビで見たら12月中旬なんて話だったみたい で、今日は5度高いって言って、うん、確かにあったけえなーって。いや、昨日きつかったもんな、寒くて。でですね、今日はちょっとね、バイク購入当時からね、2年経ってちょっとお話ししたいことが、まあ、タイトル見てご覧になってると思いますので、ご存知だと思いますが、そのお話いってみたいと思います。まあ、例のごとくですね、なんとなく今日はちょっと走ってるところでもあるので、ヤシの木の多いところからスタートですね。東京ディズニーリゾート見えてるかな。これから行く人もいるんだ。でですね、バイク購入するとき PCX と、ね、同時で買っちゃったんですよ。で、当初考えてたバイクの組み合わせというのが PCX じゃなく、もうちょい安い、なんていうのかな、スクーターで考えてたんで、まあ予算ははるかにオーバーしちゃいましてですね。で、まあ、バイク屋さんの気のいいところなんで、まあ、好きなバイク乗った方がいいよって言われたんで、まあ、確かにそうだなとおっしゃる通りってことで、で、まあ、余裕持って払っちゃってもよかったんだけど、そうすると、まあね、分割で払うローンっていうんですかね、その金額があまりにも少ないんで、それだったらちょっとバイクのパーツにもお金当てるためにも、ちょっとローン多めにしちゃおうってことで、まあ、頭金そこそこ入れた形にして残をローン組んだんですよね。で、まとまった時にドンと払えばいいから、10年というかね、毎月残額少ない方がいいですよなんて言って120回ローン組んでみたんですよね。まあ、進められるがままに進めてきたんですけど、そこがね、ちょっと今となっては落とし穴だったのかなって。まあ、当時考えたときは月々支払い額が少ないし、まあそれはそれでいいかなという感じでですね、まあもう約2年間、1年と10回から11回ぐらいかな、支払い続けてるんですけど、もういい加減支払ったから、もうめんどくせえから払っちゃおうってことで、まあ、残額をですね、審判会社にですね、聞いたらですね、なんと驚き、元金は3万しか払ってないことになってたんですよね。笑っちゃったよな、あの時は。いや、予想だに次第ね、利息でびっくりしちゃったんですよね。でね、まあそこら辺は、どれぐらいの違いがあるかということで、ちょっと僕の額面で言うと、約40万円ぐらい、43万か。まあね、そこら辺まで詳しく言っといた方がいいかな。43万円ですね、支払いを、まあ、ローン組んだ形になったんで、120回だとね、月々、まあ、5600円かな。初回はちょっとドンと払ってるところもあるんですけれど、まあ、月々5000円じゃね、大した額じゃないから、まあいいかみたいな感じの本当に額なんで、まあ2年間放置ですよね、ほぼ。うん。減ったか減ってないんだか、お金の流れの中で5000円だとね、まあまあ、痛くない額なんで、ただそれを10年っていうのね、なんかそれも気持ち悪いなと思ったんでね、
で、審判会社のね、表からすると、利息は、約20万かな、24、5万になるのかな、まあ、そこら辺詳しい方いらっしゃると思うんで、まあ、そういうのをネットで調べていただいた方が正確な答えも出ると思いますから、それで見ていただければいいと思うんですけれど、ということなんでね、まあ単純に、まあ、僕の知識不足っていうのもあるんですけれど、大体まあ43万だから2年払ってるしって、まあでも5600円ですからね、まあ、5000円で考えても12回払えば12万じゃないですか、うん、なんでまあ30万台だろうと思ってたんですよ。そうしたらですね、残額で40万何千円とか言って、で今月の引き落としはかかりますんでなんとか言われたから、はいって聞きたくなっちゃってですね、で審判会社さんにちょっとローンの組み方どんな感じで組んでますって、まあ要は組み方っていうかね、支払いの利息の割合ですよね、そしたら7、8分法っていうのがあるらしくて、まあ、僕もねいい年ぶっこいて勉強不足だっていうのもちょっとみっともない話なんですが、その7、8分法っていうのがあって、まあ、ちょっとね、詳しく、お伝えするとね、話は長くなっちゃうんで、なんとなくね、図で、あ、こういう意味ねっていうのが分かりやすいリンクがあるんで、これ説明欄に貼っときますけれど、とりあえず、月々の支払いはそこそこ、あるようなんですよね。で、じゃあちょっと考えますって、まあね、額面ね、ちょっと予想だにしない額面だったんで、一回ちょっと置いといてって形で保留にさせてもらったんですけれど、でまあ一応もうちょっとね、だってまたまとめて払ってもいいやなんて思いながら。7、8分法をちょっと調べて、でその後、まあそういうの調べていくとね、いろいろ検索で引っかかってくるやつで、安いオートローンね、借り換えもできますみたいな感じであったもんですから調べてみたんですよ、まあ、そしたらまあもちろん銀行系が一番利息が少ないっていうんですかね、利息があっても今考えるとどうかなっていうぐらいの差があるんですけれど、実際損保ジャパンのローンも結構良かったかな、幅があるんですけどね、その支払い額と、年数によって金利が変わってくるんだと思うんですけど、 1.9% から 2.9 かな、うん、で借り換えも OK なんて言ってたんですけどね、で私はちょっと銀行系お付き合いがあるところもあるので、そちらとやろうということでちょっと借り換えを考えてます。なんで借り換えで利息ね、実際見たらね、今までに支払ってた利息分で、回数多くても返せちゃうぐらいの利息差があるんですよ。これ考えたらね、バイクのパーツを変えちゃうし、逆に 400cc 以上だったら車検ってあるじゃないですか。その車検考えると、車検代、1回の車検代は多分ローンの2年間払ってるその金利だけで2回分までいけちゃうかな。賄えちゃうんで、ローン会社っていうのはすっげえ考えた方がいいですね、購入時に。ちょっと気楽にね、要は予定より予算が超えちゃったってことで、自分の計算外のところで、今回その購入にあたって考えてたところでもあるので、調べてないでそのまま契約しちゃったような形になっちゃったんでね、自分がすごい悪いんですけれど、これをね元に、じゃあ何が言いたいかというと、皆さんに参考にしてもらえればなと思ってお話ししてます。もちろん中古車ももうまあね、ご存知の通り組めますから、購入時にね、一旦そこの審判会社
どうしてもやっぱり進めてきますよね。代理店で手数料もそこから入ってくると思うんで、より利益が取れるんで、まあ、バイク屋さん車屋さんにとっては信販会社の方がおすすめだけど、そこで選ぶ権利っていうのは現金で払ってるのと同じですからね。ご自身にもあると思いますので、ぜひね、一度検討された方がいいと思います。で、実際じゃあ審査ね、まだ降りてないんでね、組めるかどうか、まあ、組めるでしょう。まあ、組んだとして考えてお話をちょっと続けさせてもらおうと思ってるんですけれど、ですね、月々5000円で考えると時速がね6万ぐらいだったかな。もうほとんどだから元金が変わらず2年間時速だけ払ってたようなもんですから、今までそれだけの差が出てきますね。で、まあそんな長い回数払わなくてもいいやと思ってたんで、月々1万円ぐらいにしたら、だいたい40万円ぐらいの計算でね、月1万円で3年6ヶ月ぐらいで返せちゃうんですよ。これだったら金利払ってても、まあ、金利もね、2万しないんですよね。だったら月々払っててもいいかななんて、ちょっとね、考え方が変わりましたね。まとめて気持ち悪いから払っちゃおうっていうより、まあ、あと、このバイク、3年と6ヶ月まあ、事故なければ乗ってるだろうっていうのもあるので、だったらそうしちゃおうかななんて思ってますね。で、今考えるとその当時ちょっとね、僕の勉強不足でもあったんですけど、実際、支払ってた金額ですると、あと1年半で本当はほぼ完済できちゃってる状態になってたんですよね。なので、ローンもね、ちょっと気軽に組むのはいいけれど、気軽に組んだが上にちょっと失敗するっていうね、これ私みたいな、まあ、失敗はしてないんだよね。一応審判会社通ってるし、支払いも滞りなくやってるから、信用力はもちろんついてるわけだから、まあ、デメリットではないと思うんだけれど、まあ、より得した気分になってもらうためには、そういったまあ、ちょっと予想外の支出っていうかね、まあ、特にオートバイとか車買うときって、自分の考えてる予算よりやっぱり欲しいものが出てくると、やっぱり多くなっちゃうケースが絶対出てくると思うんですよ。ですので、そういったときはですね、一旦ちょっと冷静になってっていうかね、計画がずれちゃった場合は、お金にまつわる話なんでね。まあ、損とか得とかで考えると、変なんですが、より負担のない方法として考えたら、多分そちらの方がおすすめだと思いますので、ぜひですね、これ参考にしていただければと思います。だ、結局だって、まあ、約10万円ですね。10万円ぐらい、このバイク高く買っちゃったことになるからね。そう考えると、もう10万円出していいバイク買えたんじゃないのって話になっちゃうし、まあ、そう考えなくてもね、このバイク気に入ってるからいいんだけれど、10万円他に何か予算つけられたっていう考えにもなるから、まあ、おすすめですよね。そういうの考えたら、審判系を進めてないわけじゃないんですけれど、金利が安くて、その利息のかけ方ですよね、に関して、ある日突然お金が入った時に、僕みたいにですね、まあ、僕はある日突然お金が入ったわけじゃないんですけれど、まあ、余裕があるかなって計算したときに、完済できるんだったら何かしょってるものって面倒くさいから、軽くしたいなって思うじゃないですか。そんなときにね、思っても見ない額面で愕然としないようにするためにも、ぜひ参考にしていただければと思います。本日は以上となります。
今日の動画良かったなと思ったらぜひチャンネル登録お願いします。そう思わなくても、ツーリングの動画とかですね、また参考になるような使って良かったものっていうのをですねご紹介していっている動画として頑張っておりますので、応援したいなと思っている方もですねぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、またねー。